ルドシャワーのコーナーにやってまいりました。まあまあ、昨年のですね、暮れに出しました、これ10月、に出しました、テクニカルエディション、ね、見ていただくと分かります、スーパーレッドでございます、はい、我々がこの赤を採用したというのはですね、実はもう3年前まで遡ります。ちなみに管理事業のロットとしてはですね、ここまで売れたロットというのは過去にございません、ね。ちなみに某イタコ釣具センターというところがありまして、そこではですね、なんとたった3ヶ月で150本も売れてしまったんですね。まあそれよりもっと売れてるのがね、ワールドフィアルでございます。昨年1年間でうちの氷だけで、1000本を超えております、ね。金額にするとっていうぐらいの金額になりますね。まあ新しいところ、今までなかったところの 5.1 から始まりますと 5.2 というのが間に出てくる、はい。それからですね、1602SS、ね、はい、今まで1604というのがあったんですが、まあこれはもう10キロクラスオーバーのね、ひらまさだなんだっていうところも全部対応できるんですが、はい、そこまではとね、いう普通のわらさだとかね、そういったところ、今まあさわら釣りなんか流行っていますよね。それはこの1602あたりを使っていただくといいんじゃないかと、ね、いうところです。まあ、新しいところも、メイトのモデルは、そんなになく、実はですね、ここに1832、8フィート3インチの2番、ね、まあ、スピニングでいうと3番と同じクラスになります、ね。キングサーモンなんか釣るのにも、キングサーモンこれでいけるの？そうなんですね。こういったところ、まあ実はそれに用に合うようなリールがまだない。これ以上は言えませんね。それではですね、スピニングの方に移りたいと思います。はい、スピニングの、今まで2701、7フィート半がですね、7フィートの竿としてはもう1本だったんですが、ここに一番売れる2702、これが入ってまいりました。これ一番売れる竿なの、何に使うのって、シーバス、根高菜、そしてですね、そう、今流行っておりますね、沖縄のトロピカルフィッシュでございます、ね。これにはこれ1本あればいいよというようなこともありまして、すで、に100本以上の注文が入っている、ね。100本1小売屋でですよ。そんなところが入ってまいります、はい。それとちょっとロングロックなんですが、2750、はい、7フィート半の0番、ベロンベロンの竿でございますね。昨年、僕が何に使ったかというと、これテスト用にですね、東京湾の黒鯛に使っておりました。まあ、黒鯛に30枚を釣りましてね、そのうちの2枚が年がないね、そんなのがいますね、そんな魚がいますね、50センチオーバーでございますね、年なしと言われますけどね、そういったものにも非常に粘り強く柔らかいのにそういう魚に変えるというね、そういうのとでございます。特筆すべきはですね、ツアーエディションが変わりました。ドリームがついてまいりました。なんでドリームがついたの？より夢に近づくためのもっと大きな魚に対応できるという、それだけではございません。ドリームツアーエディション、今まではこのドリームツアー今まで以上に短くなります。今まで以上に、すいません、隠せますね。出張の際には上司の目の前にいても確実に隠せる、怖い奥さんがいても確実に隠せる、ね、これがドリームツアーエディション。もちろんですね、この、グリップ抜けまして、そこのところにですね、ジニングの、モデル、ありましたね、エクステンションバットというのをつけていただきますと、はい、それだけでこうジニングに改良したりとか、いうこともできますので、これ1本でさまざまな釣りに対応できるということでございますね。特に今回のドリームツアーエディションを見ていただくと分かります。スーパーレッドにスーパーブルー、うわすげえ綺麗、かっこいいですねこれ、これはもう超いいやつが出ておりますんでね、まあ、この辺が新しいことです。言っておきますが、はい、春に出るのはこんなもんです。秋にはもっとすごいものが出てまいります。交互期待ですよ。